はい、車買取り専門店 J バーカー支店でございます。今日はね、なんてだろうな、このエブリィのバーンですかね、これね。はい、でこちらの方はごめんなさい、ちょっとね、もうあの車検整備がね、ちょっとこの状態でできるかどうか僕全然わからないし、多分こういう車をね欲しい人はこの車のことについてかなり勉強されてると思うんで、もうお客様の方で、ね、車検取ってほしいんです。でも車だけ単体お売りさせていただきますんで、お願いいたします。でちょっとね、やっぱりなんだろうな、これこういう塗装の仕方なのかどうなのかわからないんですけども、なんか変な、なんだろうな、はっきり塗ったのっていうぐらいの、なんかなんていうの、艶やかじゃないんですよね、これこうなんかこうザラザラしてるんですけども、明らかにここなんかね、あのこういう塗った跡があるんだけどまあでもまあね、パトミは全然このね、フォルクスワーゲンフォルムでかっこいいと思いますんでね、まあいいんじゃないかなと思いますね。ちょっとね、ご購入お考えのお客様もね、ちょっと安く買える可能性もありますんでね。ただちょっと年式古いですしね、距離もちょっと行ってるんで、まあこの動画見てね、ご判断してください。よろしくお願いします。じゃあね、車の方ね、見ていきたいと思います。ちょっとなんかライトね、なんか青っぽくなってるんですけど、まあ普通のライトですね。ガラスがちょっと違うだけなんですよね。なんかちょっとこうね、この辺とか多分この、なんだろう、お目目の傘がついてたと思うんですけどね、それがもうないんでしょうね、これね。こういうのも買わなくちゃいけないですよね、ご自分でね。はい、でまあエアロなんかもやっぱりこんな感じでね、エアロついてます。エンジン音もね、今聞こえてると思いますんで、結構車高低いんですよね、これね。まあ低いですよ、まあ1個半か、15センチぐらいあるのかな、わかんないけど、エアロは結構下の方にギュッと出ちゃってるんであれですけども、はい、でもタイヤもダメだね、タイヤももう取り替えてください。はい、でこんな感じでね、少しこんなになってます、少しこんなになってますって言い方前だけど、本当にちょっとこの今撮影してて、後で多分動画で見たらこの塗装の状態もね見えるとは思うんですけども、まあ、こんな感じで、でも音は多分ね、これ赤だったんでしょうね、これね、赤色の車だったのをこの色にしたんだと思うんですけど、今でも流行ってるんでしょ、こうなんかハケで塗るのが、ちょっと僕ではわからないけど、あんまそういう、僕そう興味ない言ってあかんけど車屋さんではないからね、車の買い取り屋さんなんで、あくまでも車をね、なんか改造するとかそういうことは一切してないんで、で車検もね、本当にね、これもうちょっともうダンパーダメなんですよ、ダンパーがダメなんで、もう自分で取り替えてもらうって形です。こんな感じになります。でここなんかもね、やっぱりこうサビが出ちゃったんですよね、ね、はい、ね、ここもちょっとぶつけたんだろうね、はい、傷がちょっとついてます、こんな感じでね。まあでもこうやって自分で色塗れるよね、同じような色があればね、吹き付けのこういう風にやるわけじゃないしね。でこの辺ぶつけてますね、ちょっとへこんでます、こんな感じですね。でここもね、こんな感じでね、はい、でこんなところにこれ押し台機あんの、あ変なもんなんか突っ込まれそうですけどね、こんなとこあったらね、大丈夫なのかしら、これでちょっとルーフの方ね見ていきましょう。まあ、ルグも特にね、大丈夫だと思うんですけどね、まあ、大丈夫、ここへこんでるね、ここね、はい、あとこれはムラがあるね、塗装のムラが結構ある、まあ、ただちょっとこの格好がね、この格好の車結構高いんですよね、で世の中でそんなに出てないでしょう、だからちょっと値段もね、ちょっと高めになっちゃうと思うんだけど、まあ、やなるべく安くはするつもりですけども、という感じで、これどの角度がかっこいいかな、この角度がかっこいい、ちょっと合わないけどね、はい、という感じです。じゃあ内装いってみます。内装ですね、まあちょっと後ろこれね、かなりね硬いんだよね、このドアがね、少し油さした方がいいのかちょっとわかんない、調整した方がいいのかわかんないけど、後ろの席からね、前の方見た感じです。オートマですね、オートマの車になります。一応ハイルーフですね、
これが背徳っていうのかどうかちょっとね僕にもわからないんだけど、よいしょ、面白い車だと思いますよ。結構お客様来られてるんですよ。で距離169,206km。 ただ僕はねやっぱ車検がちょっとね自信がないんですよ。まあまあ どっちにしても僕が取るわけじゃないんだけど、やっぱりその断られる可能性もねなきにあらずじゃないですか。 ETC ついてますね。まあ多分ね普通に取れると思うんだけどね、取れるとは思うんだけどちょっとやっぱ怖いよな。やっぱなんか業者さんとかに何言われるか分かんないし、はい、エンジンルームです。まあちょっと古い車なんでね、エンジンルームちょっと汚い、だから自分でご自分でね綺麗にされた方がいいと思います。まあ、あんまりエンジンルームきれいにしちゃうとね、それはそれで今度なんか不具合が出てくる可能性もあるんでね、劣化した部分がねブラシとかでちょっと傷ついてホースがねダメになっちゃったりとかする可能性もあるしね。運転席のねシートでしたね今ね。で助手席です。こんな感じですね。まあまあ15万キロ乗ってる車の割にやっぱりそんなにはって感じです。これ多分ねオイルがオイル入れた時に出てきてるやつだと思うんだけどね。はい、バッテリーはなんか交換したばっかみたいだと思うんだけど、綺麗だもんねこのバッテリーね、どう見てもね。またちょっとねごめんなさい、わからない、もう本当にこの車はちょっと業者さんから買ってるんだけど、お付き合いで買ってる車だから、まあ、お付き合いでもないけど、まあ欲しくて買ってるんだけどさ、でパワーオンじゃないですからね、ご自分のハンドパワーでやってください。でなんか板がね こんななんか多分この鉄板にねもうこのビスぶっ刺してると思うんですよね。こんな感じです。だからまあ車中泊とかねされてたんだろうね多分ね。でこれが多分ねこのホイールキャップだと思うんですよね。ちょうどほらなんか跡みたいなのあるでしょ、ちょうどさなと思うんだけど、ちょっと僕もわからないんでね。で一応なんかこう内部ね、もうほらもともと赤だったんだろうけどね、まあ、自分で色変えたんでしょうけどね。あでここ割れてるな、ね、少しまあでも割れてるけど別にグラグラしてるわけじゃないんで、まあ、大丈夫って大丈夫だと思うけど、よいしょ、こんな感じです。はい、ちょっと今ねハッチパックがまあいいわ、こんな感じになります。まあねこんな感じのちょっとエブリバン、フォルクスワーゲンのなんかバンの形っぽいやつですね。はい、失礼します。じゃあね、今日はエブリバンのこのなんか何とも言えない、ちょっともう締まりが悪いんだよねここね、ここなんか何なんだろうか分かんないけど硬いんですよ、とにかくこのドアもね、よっやっぱり強く締めるとこのぐらい浮いちゃってるんだよね、はい、向こうも同じようにちょっとなってるんだけどね、まあ、分かんないんだけどどういうあれなのかね、はい、という感じです。じゃあね、この動画少しでも良かったらね、いいねボタンの方をお願いいたします。それで、チャンネル登録ねしていただけましたら、ありがたく思いますのでよろしくお願いいたします。それとあと広告の方ですね、見ていただけたら大変ありがたく思います。ちょっと今日変わった車ですので、冒頭に申しました通りもう車だけ販売させていただきます。で陸送とかね手配してもらえばこちらからね、陸送屋さんに、こちらに陸送屋さんに呼んでもらえればねでもいいですし、うちの方で陸送手配してもいいですし、私の方からね車ね、陸送してもいいんですけども、まあ、どっちにも陸送代かかりますんで、はい、最近ちょっとね燃料代高騰とかしてるんで、かえって陸送屋さんで頼む方がね安い可能性もあるんで、はい、その辺だけね、はい、あのご指定の例えばその車屋さんとかあるじゃないですか、車屋さんというか整備ご業者さんね、整備業者さんとかに持ってってもらうとかいう感じでねしとけばいいんじゃないかなと思います。多分ねご自宅に行って持っていくようでね整備業者さんにそれは持ってってもらった方がいいと思いますよ。はい、陸送屋さんもその方がありがたく思うんじゃないかな。
あ、私もそう思いますね、はい。何回かそういうのありましたので全然問題ないですから言ってください。じゃあ兵庫、車買い取り専門店 JV 明石店でした。兵庫県神戸市西区玉津町新報214番地の地です。電話番号0789393070になります。お問い合わせのお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。ブレブレでごめんなさい。